今日はオクスペッカーと総称されるムクドリ類ですがね、他の動物に共生する鳥というので今まで知られていたウシツツキあるいはオクスペッカーと呼ばれる虫を食う小鳥について話します。今でもそのオクスペッカーと呼ばれる主にムクドリ類ですが共生ということで珍しい生態ですね、生態として紹介されていた頃は何の動物に小鳥がですねたかってくるかということに興味がありましたので、それを中心にサイならサイで映されていました。今ではサイならサイを映すときに無頓着に移すようになりましたから、食べられる方の大型獣ね、大型獣がゾウでもです、サイでもです、水牛でもです、移る時に自由に移りますから、かえってよく観察できるようになりました、昔はこうでした。まだそういう風俗が知られ、風俗じゃない生態ですね、共生、が知られていなかった頃はこういう語り方でした。例えばサイを見つけるんでも大変だったじゃないですね。で見つけたら大変危険だと、サイを撃ってやろうという場合でも、またサイを写真撮ってやろうという場合でも、非常に危険だったような場合は前方に数十羽あるいは数羽の小鳥が、ムクドリの類がゲゲギャギャ言って飛んだり来たり行ったり来たりしてるのを見て、おやチックバードだ、気をつけろと私は言いました。こんな描写でした。チックバードが来てるからその下にサイがいるに違いない、であれだけチックバードという小鳥が来てるとサイがイライラしてるかもしれないから、気をつけろってことになるんですね。それでそのチックバードという小鳥はサイの体からいろんな虫を取ってつっついて食べるんですけども、それがギャーギャー言ったりチクチク言ったりして、あれ上がったり下がったりたがったりしてるのを見て、サイの方がですね人間が近づいてきたなってことを気がついちゃうから、それによってサイの様子が分かってしまう、そういう片っぽの小鳥を見て、その宿主だね、食われる方の虫を、体にたかっている虫を食われる方の大型獣の方が用心したり警戒したりするから、取ろうとするものはそれを先に見て警戒するんだと。すなわちその大型獣にたかっているムクドリのような小鳥、その小鳥の動作によって相手の様子が分かるんで気をつけるとか、いや今油断してるから大丈夫だとかいうことが分かるんだという、そういう便利のある虫だということで紹介されました。やがてそういうサイならサイ、水牛ならスイギを撮ってやろうと、写真を撮るなり、まあ鉄砲で撃つ場合もあるけども、狩猟するのか写真を撃つのか、それは目的で近づいていく場合、それにたかっている小鳥が必ずいるから、その小鳥の様子で相手の様子が分かる。またサイや水牛にしてみると、自分にたかっている小鳥たちが騒ぐので、あ人間来たなってことが分かるという、そういう意味で共生、この共生関係っていうのが初めは目についたわけです。でこれらを総称してチックバード、ウシツツキと言いました。大方は今私が申し上げたようにムクドリの類で、チックバードと呼ばれるムクドリがいるんですよ、あるいはウシツツキと訳されるムクドリがいて、これどこにでもいるムクドリと違っていて、それに専門化しちゃってるんです。すなわちサイや水牛などのゾウも入ってますよ、体にたかって、その体にたかっている虫を食べに来るわけです。大方はその取られる方の大型獣に対して親切というか好意的で、彼らのために虫を取ってあげてるので仲がいいとかね、共生っていうのはそういうとこから、共生はねそういう関係でよく知られたんです。一番初めはこのウシツツキ、オクスペッカーと呼ばれるムクドリ類の共生関係によって知られたんです。でむしろその様子を知らせてくれるお友達、親切な友達というふうな好意的な紹介でした。でそのうちにこれは案外結構あちこちにいるっていうことが分かってきましたね。そしてことにサイのようなゆっくりゆっくり歩く、しかも大型獣はその何頭かの、サイというのはね2、3頭ですね、多くて3、4頭ですね、
その離散との内容はお母さんサイト、子供サイト、それからそのお母さんサイト、夫婦関係のあるオスで、まあ3、4頭です。で、サイの子供は角が成長するのが遅い、なかなか大きくならない。だから何年も、時には10年近くもお母さんの後くっついて歩くのです。で、巨大なお母さんがついてるから、そのサイはライオンがよく狙うんですよね。で、ライオンが非常にその子サイを食いたがるんだけども、サイの方も油断しませんから、ライオンもめったに食えないんだけど、実は食いたくてしょうがない。ライオンはね、子サイ、子カバ、子水牛や子供をよく狙うんです。非常に好むんですね。そうでしょ、80キロもある赤ん坊ですからね、一匹倒したら十分、当分の間お腹空かない。それぐらいのいい餌、最高の餌の一つです。その代わりお母さんが怖いんでめったに取れない、いう間で、間柄で狙ったり狙われたりしてるわけです。で、ライオンがそのオクスペッカーによって相手の様子を知ることはないようですけども、オクスペッカー、つまりサイや水牛をの群れをあちこちに飛んで行っては探し、飛んで行っては探し、その耳とか、ま、目の周りとかね、時には目つつかれて怒ってることもあります。お尻とかね、股ぐらとか、そういう隠れたところにかかっている虫たちを、寄生虫を食べるわけですけども、まあ食べると言ったってそうたくさんはいないから、食べる方が多くなったらすぐなくなっちゃいますでしょ。で、小鳥たちは、ムクドリたちは次の食料、すなわちサイや水牛の姿を探して歩くわけです。で、人間の方はそれを見て、あ、今日はサイはいるなとかいないなとか、いや、今日は我々サイは機嫌がいいなとか、いや、今日はちょっと機嫌悪いぞとかいうことを、兆候をそれで悟るという関係で、ありました。だから常にチクバードと呼ばれる、牛続きと呼ばれる、牛や水牛やサイ類の寄生虫を好むムクドリだね。寄生虫や好むムクドリにとってはごちそうですから、いつもサイや水牛の後をついている。その上、体も特殊化してます。爪がね、2本ずつ向き合ってて、その体にちょこ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 っと登ることができる。で、登っちゃうとね、サイや水牛が走り出しても落っこちないです。しがみつくようにして、落ちないです。それぐらい頼り切って、そこから寄生虫、すなわち餌を取って食べるわけですね。で、それでその関係は有名でした。だいたい耳のそば、またぐら、お腹の隠れたところ、尻尾の周りなどの隠れた場所を狙っては食べてるわけですね。それで、それらが飛んでいるということがサイや水牛にとっても知らせになってるわけです。それらが来るということは、今自分の体をのから血を吸ってる寄生虫たちを食べに来てくれるんだなということが分かりますから、どっちがどっちの家来だか知らないが、取られる方は非常にその便利に、仲良くしてるわけです。そういう関係として、まあそういうお話は好きですからね。動物の仲良し動物というような、テーマは伝える人がそういうこと好き、大変好きです、ですから有名だったわけです。これらは、爪が、足が短くて爪が鋭いのかな。それでも相手は巨獣ですから、そういう虫を取る小鳥がたかってきても、それは迷惑に思わないですね。それで食わしておく、そのために仲がいい、で、彼が主人だということで、人間はそれを見て、相手のご機嫌がいいかどうか、今近づくことができるか、いい写真が撮れるかどうかを。で、今ではね、もうそれ珍しくなくなっちゃって、テレビ見る人も YouTube 見る人もそのことが分かっていますから、いちいち説明しませんけども、水牛やサイやゾウを写しているのに、その小鳥が勝手に体に何羽かくっついてる、あるいは1羽だけくっついてるということは、もう あれがチクバードだなってことが分かりますからね。見る人も慣れてきました。それによって、ゾウなどは、ゾウなどには特定の鳥がたかるんですね。この鳥には特徴があってね、普通のチックバードはチックさしますから、ゾウは敏感っていうよりも神経質ですからね。ゾウととっても神経質です。だから目の周りとか耳の付け根とか、そういう柔らかいところつつきまされ、探しまされるのは嫌でしょうがない。それで鼻で追っ払う、
止まらせてやらない。ところがそれに気がついて、そーっと優しく探すムクドリも出てくる。でそのムクドリが特別な象の象と特別に許される親友、こういうテーマをまた写す人は好きなんですね。象の方が襟好みしてると。でこの襟好みしてるの、私も聞いたことありますがね、してるムクドリは普通のムクドリと変わってるわけじゃないけど、ピャピャク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 って鳴くんです。でピャピャクっていう名前が、鳴き声通りの名前がついて、ピャピャク、あるいはピャピャクピャクバードっていうんですかね、それだけは痛くしないと、耳でもね目でもねつついて痛くしないと見えて、象のお気に入りなね。でそういう話はまた好きな写す人はたくさんいますから、盛んに伝わっている。でこれが特別な声を出すので、その出す鳥だけは象も気に入ってるから、目や耳の付け根をそーっとつつくからね、許してると。他のは不作法でなかなか慣れない、うまく虫が取れないから嫌がる、痛がる。で象は神経質だから、それを追っ払っちゃって、気に入ってるピャピャクだけを近づけると。それがそうピャクピャピャピャクって鳴くんですね。私も2、3回聞いたことがあります。南アフリカで聞いたことがあります。あ、それでピャピャクバードが来てるなということを覚えました。他のムクドリと違っちゃいませんけど、ちょっと足が黄色くて、目の周りが黄色くて特徴あります。あ、またピャピャク来てるなと。それ以外のは嫌がって寄せない。そういう大きな動物にたかる小さな小鳥というテーマで非常に好まれるんだけども、それにも襟好みがあり、誰でもいいわけではない。ということで面白がられるわけです。